フラウエンフェルトは、スイスのトゥールガウ州にある基礎自治体で同州の州都。フラウエンフェルトについての最も古い文書は1246年のものである。ライヒエナウ修道院の土地にあったフラウエンフェルト城の周辺に町は発達した。1264年は、ハプスブルク家の領土になった。ハプスブルク家は1374年。 フラウエンフェルト君主にトゥールガウの裁判権を与えた。フラウエンフェルト城は、後期バロック様式で古典的な建築法である。フラウエンフェルトの二次繁栄期である18世紀に、視聴者は立てられた。1712年からスイスの議会がバーデンと交互に開会された。1742年に、議会はフラウエンフェルトを通常の開催地とした。 町は1771年と1788年の2度、大火によって一部消失した。1798年ナポレオン率いるフランスの侵攻により、オールドスイスカンフェダーシーの南部連合が崩壊し、フラウエンフェルトでの議会も開かれることはなくなった。ありがとうございます。